亜鉛イオンとアンモニアの反応です。試験管の中に硝酸亜鉛の水溶液が入っています。ここに少量のアンモニア水を加えます。そうすると白色沈殿を生じます。さらにアンモニアを追加しますと、白色沈殿が消えます。作イオンとなって溶けました。